長い冬が終わり桜の花がほころぶ頃、城下町米沢に笛や太鼓の音色が聞こえてきます。米沢に春の訪れを告げる上杉祭りは民謡流しで幕を開けます。色とりどりの衣装に身を包んだ1000人余りの踊り手が米沢新町や花笠音頭のお囃子に乗せて市内を練り歩きます。毎年5月2日は上杉謙信が合戦の前に必ず行っていたという出陣の儀式、武帝式が再現されます。赤々と燃えるかがり火の中、厳かに神事が執り行われ、最後は謙信の出陣の合図で上杉砲術隊による発砲が行われます。祭り最終日の3日は上杉軍団の甲冑行列と絢爛豪華な神輿渡御が目抜き通りを練り歩きます。総勢1200人以上のパレードは毎年沿道のファンを楽しませています。そして祭りのクライマックスとなる川中島合戦が松川河川敷で行われます。総勢800人が出演し、謙信と信玄の一騎打ち、三太刀七太刀や高坂隊の川渡り、そして両軍入り乱れての総掛かりなど迫力ある戦国絵巻を繰り広げます。皆様のお越しを心からお待ちしております。